ついにダハブに着きました。まあ、今回はシャルムエルシェイクからダハブまでもう直行でタクシーで来ました。400エジプトポンドかかりまして、乗り合いした、カナダ人の友人と、割り勘して200ポンドずつで来ましたね。さあ、それでは今日のホテルをご紹介したいと思います。今日はアラスカホテルです。ファラフェルいただきましたんで、お裾分けいただきました。ファラフェルいただきます。ハロー、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 ニューフレンズ。沈没のダハブと言われますけどね、もうそこにどっぷりと浸かってしまう、まあ、抜け出せなくなってしまうほど予定とは予定外に、長居してしまう場所、まあ、それがダハブですね。まだ2日目ですけど、まあ、なんとなくその言葉の意味が分かりますね。まあ、世界各国いろいろな旅行者たちをあったかく面白く受け入れてくれる、そのような雰囲気が、ありますし、いろいろな人種がね、リゾートに来ているっていうのもありますし、あとはそういう高級なリゾート地ではなく、どちらかというとバックパッカーがすごく居心地が良さそうな、そういう雰囲気ですね。シャルメールシェイクは、まあ、本当にファミリーでリゾートを楽しむって感じですけど、ダハブはもちろんホテルとかね、場所にはよると思うんですけど、街全体の雰囲気としてはもうちょっとローカル、
ローカル色が強い、そういう感じがしますね。ちょっと雑多な感じというか、そういうちょっとカオスな雰囲気を楽しめる。あとは客引きもそんなにハードじゃないんですよね、まあ、程よい距離感というか。モロッコのマラケシュとかはもう街出ると結構ストレスで疲れちゃうというか、客引きがしつこいしハードだし、もう腕掴んでくるしとかありましたけど、そういうハードさはないですね。うん、穏やかな気候と、穏やかとは言わないかな、砂漠の気候なんで、温暖な気候と超絶綺麗な海と、気持ちいいぐらい晴れる砂漠の晴れ気候、まあ気分がリラックスしまくって緩みまくって居ついちゃう、これはわかりますね。まあ一言で結論言うと、もう来てよかったって感じですね。2年前からちょっとダハブの情報は見てたんですけど、まあ行く機会がなかなかないなと思いながら、ちょっとした隙間の時間、あ、ここで行けるなということで思い切ってきましたけどね。来てよかった。